楽しい 3DS Max ワクワク建築 CG とりあえず制作してみるの4回目は環境に HDR を割り当てとレンダリング設定ですとりあえず完成まであと少しとなりましたワクワクしてきますね今回紹介するレンダリング方法以外も知りたい方はこちらもご覧くださいそれでは始めたいと思います 最後にはこのようなレンダリングになります。では先に HDRI についてお話しします。HDR を私なりにちょっと簡単に説明しますと、こうものすごくこうハイな、ものすごく多くのデータ量を持っている画像ですね。例えば光の強さとかの情報がその画像には入ってます。 すすごいですよね。このレストランの画像もその HDRI で例えば外にある光これを強くしたりとかできるんですねではこの画像はどこにあるのってことで今回は HDRIHeaven という無料のサイトから、えー、とレストランのこの画像をダウンロードしました皆さんももし同じものが良かったら是非ダウンロードしてみてください それではこのティーポットの周りに HDR の光を取り込みたいと思いますのでレンダリングの環境を開いてくださいすると環境のタブキーですねバックグラウンドの環境マップなしのボタンを押しますそしてマップ一般の中ではなくてうーんと下になりますマップスの中の OSL の中のエンバイロメント HDRI エンバイロメントを選んでください そして私は先ほどダウンロードしましたレストランの HDRI を読み込みました。すると背景が変わりますね。それでは、この HDRI のその光の強さを変更してみたいと思います。修正ができるので、スレートマテリアルエディターを開きまして、環境マップ、今貼った HDRI の画像をドラッグをします。その時に注意がコピーではなくインスタンスです。 ここで修正したのがリンクされている状態です。そしてちょっと大きくしまして、で、光を持っている画像だから、この光を強くしたり、弱くしたりってことができるんですね。太陽の位置を変えることもできますので、じゃあまずは明るくしてみましょう。ここの数値を上げると変わります。環境に画像が貼られている状態をちょっと確認してみたいと思います。パースビューで、ではカメラでぐるーっと回ってみます。 どうですかレストランの中にいるみたいですよねでは待ちに待ったレンダリングをしたいと思いますティーポットの歯車のボタンを押してくださいするとレンダリング設定が出てきましてレンダラーのところですねここをアーノルドにします私は別のプラグインも入ってますけどで最後にこのボタンを押すんですけどもまずはテストレンダリングをしてみたいので出力サイズを小さくします カスタムの中から 320×240 を選びます。そしてどのビューをレンダリングするかを選択しますのでカメラのこのビューにしましょう。固定をしておくと良いのでこの鍵をロックします。そしてレンダリングボタンをポチッと押してください。はい、もうすぐできます。出来上がりました。はい。 あとは保存の仕方ですね。左上にファイルのセーブイメージというのがあるのでそこを押してそして例えばテストだったら JPEG とか名前をつけて保存してくださいもうこれでとりあえずできちゃったってことになりますでもここまで来ますともう少しかっこよくしたいという欲が出てきますよねそれでは HDR のこのドーム自体をクルクルと回転したいと思います ローテーションを回してください。数値を変えてみるんですね。次にお隣は高さですね。ハ、は、イ、い、といじりますと変わります。例えば HDR の地平線とか色々いろいろと変えられるので、ぜひ合わせてください。ライティングが決まりましたら、今度は出力サイズ、最終の画像サイズを入れてください。その後はファイルの保存先を入れます。 こちらレンダリングが終わりましたらその名前で保存できますのでとても便利です次にアーノルドレンダラーというタブキーを開いてください質感を上げるのに初期設定は3ですが例えばこのカメラ AA を上げると綺麗なレンダリングになりますあとはその下のですねアダプティブサンプリングのチェックを入れてあげるとノイズがなくなりますそれでは最終のレンダリングをします レンダリング中にこう綺麗になってく画像を見てもいいですしちょっとチョコレートを食べに休憩してもいいですし是非レンダリングまで楽しんでくださいレンダリング終わってからもちょっとこうやって明るさ調節もできますとりあえず制作してみるの最終的なレンダリングはこちらになります最後に 3ds max の保存も忘れないでくださいね 楽しい 3DS Max ワクワク建築 CG をご覧いただきありがとうございました。